速稼塾の久保です。楽天カードのね、なんかね、キャンペーンが続きますね。今日またね、4通目のキャンペーンが届きました。同じ日にですよ。今回はですね、ちょっとこの画面をご覧いただきたいんですけども、7000ポイントこちらです。ほら、キャッシングですね。楽天でキャッシング、いわゆるお金を借りるとですね、キャッシング、これショッピングじゃないですからね、3万円以上お金を借りると7000ポイントが抽選でプレゼント、50名様に。これね、でもこれで借りちゃう人いるんじゃないですかね。もしかしたら7000円得するかもしれないと思って。これ7000分ですからね。で、外れても、まあ随分違いますけども、2等は100ポイント100円が入るということなんですよね。まあ、ですんで、これいつ入るのかといえば、ちょっと下の方に行くと書いてます。ステップ1、キャッシングサービスを月間で合計3万円以上利用。まあ、3万円なんてすぐにポンとね、1日で借りちゃいますよね。で、翌月の25日に申請になるらしいです。当たった人には、抽選ですからね、たった50名で、1万名様には100ポイント100円ですよ。だからあれじゃないですか、3万円借りて来月の25日に当たってなければすぐ返すみたいなことをしたら、まあ、もしかしたらね、濡れてに泡で7000ポイントをゲットできるかもしれませんけども、抽選っていうのが癖物ですよね。これ意図的に誰かを当てて誰かを外すってことできるじゃないですか。一体どんな抽選なんでしょうね。こんな時に便利、楽天カードのキャッシングサービス。欲しいものがある時、財布に現金が入ってなかった時、給料日前のちょっとピンチな時、いや今コロナ禍でね、現金みんな欲しい時ですよ。いやー、これね、日本政府もね、お金がなかったらお金借りてくださいって言ったりね、生活保護がありますとか言いますけども、それと同じような感じで流れ作ってますね。気になる利息は3万円を実質年利 18%? すごいですね。年利 18% なんてとても返せないですよ、こんなの。まあ、金額が少ないんで、3万円とかだったらね、まあ443円みたいな計算になりますけども、これ金利で見ると 18% って、どんなビジネスしたらね、18% のあらりが稼げるんだってことですよ。いや、ひどいですね、やっぱり相変わらず。ご利用残高3万円かける年利 18%、 365日、ご利用日数30日。うわぁ、返済シミュレーションで書いてますよ。だから3万円に利息が 18% でついても、まあ例えばね、5、6000円じゃないですか。大したことないような感じしますけども、いや逆にですね、3万円をビジネスなんかして、3万5000円、6000円にしろって言われたらきついですよ、結構。これ、だから借りる方はね、借りちゃうんですよね。いろいろ書いてますけど、なるほどね。いや、キャッシングってのはね、これを手出しちゃうと、その思考はお金持ちに絶対なれないですね。まあ私もね、借りまくってたんで何とも言いませんけどね、ほとんどの会社でもうブラックになりましたよ。で、あれからそうですね、もう7年ぐらい経ちますね。でもね、今はカード結構使えたりとか、クレジットカードのキャッシング枠、クレジット枠を増やしませんかっていう案内来たりとかするんですけどね、増やしませんね。お金を借りることがもう私の人生あとは考えられないですよ。借りるぐらいだったら、うん、やっぱり仮想通貨をね、暗号通貨、これをね、決済しておけばいいんで、まあ、あとは FX ですね。 FX が日々現金作ってくれたり、 YouTube が広告収入運んでくれたりするんで、本当いらないですね、うん、だから YouTube の広告収入だけでもう年間でどんなに悪くても100万入りますからね。年間でね。良ければもっとね、何百万も入るんですけど、ブレがかなり減りますね。そもそも広告収入当てにしてないんで、まあちょっと余談になりましたけどね。じゃあ楽天さん結構頑張ってセールしていきますね、今回ね。まあ7000ポイント、7000円もらえる方法ってことにしときましょうか。うん。まあ楽天さん、すごいですね。これからも楽天から来たメールをこうやってね、動画にどんどんしていこうと思います。まあ通常ね、メールが来てもすぐゴミ箱に捨てちゃうんですけども、まあ、この楽天のポイント作戦に関しましては、動画にした方がいいかなと思いますんでね。今回動画で放送させてもらいました。それでは、まあ、ご利用は計画的にですね、7000円もらえるとは言っても、うん。まあ、抽選ですからね、抽選。